CNC 工作機械で加工された一体の軸流、式圧縮機のブリスクブリスクとは、別々になっていたターボ機械のローターディスクとブレードを、鋳造や機械加工、溶接によって一体化した部品のことである。この語彙は主に航空宇宙用エンジンの設計分野で使用される。ブリスクは統合回転翼と呼ばれることもある。ブリスクの製造は1980年代半ば。 以降から始まった。セルマテックレアが1985年に T700 ヘリコプターエンジンの圧縮機として最初に採用した。それ以来、圧縮機及びファンブレードにおいて採用が拡大し続けている。採用例としては、ロケットイン者の RS-68 ロケットエンジンやゼネラルエレクトリック海110ターボファンエンジンがある。 統合打撃戦闘機計画の回 -35B ではストブルのためにブリスクが採用された。エンジンを製造する CFM インターナショナルでは CFM インターナショナルリープ実証エンジン計画の実物大の地上試験で圧縮機区画にブリスク技術を採用する。スホーイスーパージェット100に搭載されるパワージェットサム146エンジンも 同様にブリスクを備えている。ゼネラルエレクトリック社は、テクックスエンジンでも同様にブリスクを採用している。また、ジェネックスではすでに複数の段にブリスクを採用している。ガスタービンで使用されるブリスクの模型従来は、圧縮機ローターディスクにブレードを後付けしていたが、ブリスクでは一体構造になっている。ローターディスクにブレードを ネジやボルト等で固定する必要がなくなるため圧縮機の部品点数が削減できるとともにエンジン内部の空気抵抗が減るため効率が高まる従来はタービンブレードの固定部から亀裂が発生しブレード本体に進展することがあったが固定部をなくしたことでこの問題も排除されている効率は8%まで高めることが可能である一体構造であるため 部分的な損傷であってもブリスク全体を交換しなければならない。運行中の整備は困難で、ほとんどの場合専用の施設で整備しなければならない。従来構造ではタービンブレード固定部でブレードの振動を吸収することができたが、ブリスクではこれが期待できなくなったため、厳密な高調波振動試験を行うなど、高水準の動力学的平行を持たせる必要がある。 ブリスクは CNC フライス加工、消失型鋳造法、電解加工や溶接など複数の工程を経て製造される。これを簡素化するため摩擦角反接合を用いて直接最終形状に近い状態に成形した後、最終形状に機械加工する研究が進められている。ありがとうございます。